はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日はさあ、タイトルにも書いてあるんですけど、もうだいぶ月日が流れてしまったんですけども、ブラックフライデーで買ったジェフリースターのコスメティックたちを紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、そんな感じで去年の11月になるんですけども、11月末にアメリカでは感謝祭というものがありまして、まあ感謝する日みたいなそういうお祝いする日があるんですけども、翌日にブラックフライデーっていう、もう大きな大きな規模でセールを行われる日でございます。で、まあいろんな人ね、多分このブラックフライデー結構聞き慣れてきたのかもしれないですね。日本も、今年日本はイオンさんを中心にいろんな、ブランドの服だったりとか、まあいろんなメーカーや会社さんがブラックフライデーセールを行われたと思います。去年だけではなくて、その前にももうすでにそういった感謝祭、まあ感謝の気持ちとかそういうので、まあセールを行っていた企業さんもいたかと思います。で、去年の話になるんだけど、去年は今年こそブラックフライデー何か買いたいなと思って、たくさんいろんなホームページを見ました。服とかそういうのよりもやっぱりコスメが欲しいな、いつも欲しいパレットだったりとかリップだったりとか、まあいろんなものなんですけどが、その日はすっごくすっごく、安いので絶対狙っていこうと思いました。で、普段だから買えないもの、簡単には買えない、いつもだったらすごく考えたり迷ったりするものをもっと手軽に買える日なんじゃないかなと思います。で、ブラックフライデーだけではなくてサイバーマンデーっていうのもありまして、その次の月曜日の日もセールが行われてるので、まあ一番中心にセールがたくさん出るのがブラックフライデーじゃないかなと思います。でもブラックフライデーで売り切れになったものがなんとサイバーマンデーに出てくる場合もありますので、そこは注意して、見るのもいいかなと思います。もしかしたらブラックフライデーの日は買えなかったけど、そのサイバーマンデーの時にまた出てくるかもしれないっていう駆け引きがちょっとあるんですけど、まあそういったものもあります。で、ブラックフライデーで私がすごく狙ってきたなって思ったのが、ブランドによってはそのブラックフライデーをに、ホリデーコレクションを出してくるブランドもあります。これは全部じゃないんだけどね、本当にブランドによってになります。で、今回は私が買った中ではこのジェフリースターはホリデーのコレクションをブラックフライデーの時に、発表というか、まあ販売開始いたしました。で、ちょっと問題なのがやっぱり日本に住んでいるので時差があります。時差で、その時差が結構あったりするので、アメリカでもアメリカは広いので、その各州の時間とかそういうのがあるので、まあそれをチェックすると、まあちょうど開始の時間にポチポチできるんじゃないかなと思います。確か私の時は夜中の2時3時ぐらいだったかなと思います。で、ブランドによっては時間をずらしてくるっていう駆け引きもあります。例えばジェフリースターは確か2時3時ぐらいだったかな、多分。で、カイリーも同じ日に開始したんだけども、時間をずらして4時5時ぐらいに発表したと思います。なので、このブラックフライデーっていうのはもうみんなすごく注目していて、いろんなページを見ながら、もう本当にもう会場にいるかのような感じで、多分すごくみんなとりあえずカートに入れて、とりあえずお会計みたいな、で自分が買えたものを買えるっていうのがあると思います。特にカイリーの場合はそういう駆け引きがたくさんあるんじゃないかなと思います。で、私のね、このジェフリースターの方を買ったんだけど、これもありました。本当は
新作の方の、じゃあ新作の方じゃない、いつも人気あるハイライトが欲しかったけど、それがもうほんとすぐに売り切れになったりとか、まあそういうこともあったので、まあ結構勝負時かもしれないですね。で、もう去年の11月ということなので、もうだいぶ時間が経っていて、もう使わないでいるっていうのはもう無理な話でありました。で、まあ今お話ししてたようにホリデーコレクションも買ってあげました。で、私が一番欲しかったのが、ずっと目つけてたの、まあ全体的に全部欲しかったんだけど、一番欲しかったのはこちら、そうジェフリースターのパレットになります。で、なんでこれが欲しかったかっていうのは、まあ一個はこの人自体が好きっていうのもそうなんだけど、すごくお化粧がうまい方なので、まあそれもありなんですけど、まあまずこのパッケージがまず可愛いのと、まあこれ箱だけどね、で中身がこれになります。で、もう見た目もすごく可愛いっていうのもそうなんだけど、普段私がいつも使うアイシャドウっていうのは、多分みんなも使うような色立ちばっかりになってしまうことが多くて、茶色だったりベージュだったりとかオレンジとか、そういう取り扱いやすい色をいつも使っているんだけど、まああえて違う色を使っていきたいっていうのもあったし、なんかレビュー見てる限りも良かったなって思ったし、何よりもブラックフライデーだっていうことで、これがなんと通常価格の半分で買えましたってことで、普段は多分$44、$45とかなので、買った時はちょっと待ってね、ここにねちゃんとね、あれが来る、領収書が来る。でちゃんとすごいうるさくてごめん、ちゃんとこういうのに包まれてきています。で、これを見てわかると思うんだけど、ホリデーチックでしょ、こんな感じで来ました。で、ちゃんとプチプチとかがあって、こういう感じでパレットが来ました。で、そう、パレットが普段がその45とかそれくらいだったと思うんだけど、パレットが$24で買えましたってことは、2500円、まあ 24.75 だから、まあ日本にすれば、まあその時その時でねドルが変わるんだけど、まあ大体2500円って考えてくれればいいと思います。で、このパレットが買いました。で、今回のメイクも使っているんですけど、すごく可愛い色たちっていうのもそうなんだけど、なんかね普段使う色もあれば使わない色もあるって感じ。ちょっともう汚れちゃってるんだけど、まあ映像ではもっと綺麗かな。こんな感じで、2、4、6、810色入ったパレットになります。で、まあマットだったりちょっとキラキラっとしてるのもあったり、まあいろいろなんですけども、メタリックチックな感じもあるんだけど、意外とこれパッと見ると、こんなんでさ、このパレットだけで化粧できるって感じだけど、できます。今回のメイクもこのパレットのみ使っています。こんな感じで、意外と組み合わせができるパレットになっていると思います。多分この動画すごい長くなるまあそんな感じでね、このまあ鏡もついてるんですけど、こうやってね鏡がついててもう汚いんだけど、そんな感じで、パレットを買いました。私はすごい満足しているんですが、ここ2、3日なんとジェフリースター新しいパレットを発表されました。で、これはまた来月かなに発売されますので、そちらももしよかったら注目してみてください。まあこんな感じでパレットを買いました。すごい可愛いで、ちなみにささっとスワッチしますね。じゃあまずこの上の段がすごい可愛くて、どれも本当に可愛くて、まずこんな感じすごく可愛いでしょ。すごく可愛いんですよ。発色すごいいいし取り扱いやすいで、一つアドバイスっていう感じ、一つアドバイスすると、
まあやっぱこういった色っていうのはそのまま使うとあんまりまあ乗るには乗るんだけど、やっぱりちょっと筆を薄めてちょっと濡らしてから使うとさらにキラキラとした感じになります。で次ね、次の色たちもすごいいい感じ。この色が特にみんな取り扱いやすい色になるんじゃないと思う。こいつね、でちゃんと名前がついてるんだよ。これちゃんと名前ついてるけど発音が合ってるかわかんないのでやめておきますはい、こんな感じ、こんな感じ、すごい綺麗だよね。こいつが一番と扱いやすい感じ。こんな感じだけど実際目にやるとだいぶベージュだけど、パッと見ベージュだけど結構オレンジオレンジしてる。こんな感じ、結構オレンジオレンジしてる感じです。でこのこいつもこのやつはすごいいいなって思ったのが、こうプライマーとかするときに目にそれを一回パウダーで閉じてからアイシャドウやると、まあここら辺に結構皮脂とかたまりやすい人はそれが結構コントロールされて、あまり皮脂出ないように、あんまり崩れが汚い感じにはならないから、そうこういうバニラっぽい色がすごいおすすめ。ホワイトって書いてあるけど、チャイナホワイトって感じって書いてあるんだけど、まあ結構クリームっぽい色になります。でこの黒がすごい可愛くて、このラメ感がなんだろう、ちょっと青っぽいラメが入っててすっごい可愛いんですよ。なんで今後の私の課題としてはこの黒を使ったメイクをいつか上手にできたらみんなの前で見せたいと思いますまあこんな感じで、パレットはこんな感じの色になります。はい、で次に欲しかったの、次に欲しかったのっていうか、全体的に欲しかったんだけど、まあずっと興味を持ってて狙ってたのはこちら。はい、これ何だと思いますか。こんなに大きいものだと何だと思いますか。パレット、ブー、こちらはなんとハイライトになります。こんなに大きいハイライト見たことありますか。いやいや、私はなかったんですけど、今までこんなに大きいのは。で中身はじゃじゃん、こんな感じで、そうピンク尽くしなんですけども、こんな感じで大きい大きい、もう多分一生終わらないであろうハイライトの大きさになっています。で私は本当はね、ローズゴールドっていうのかな、多分確かそんな感じの色だった、色の名前だったと思うんだけど、をずっと狙ってたのね、ずっとそれが欲しかったの。だけどそうなんです、ブラックフライデーだったので即完売になりました。でもその代わりに、ホリデーコレクションと一緒に発表されたこちら、プリンセスカットっていう色を買いました。でこの色は今日も使っているんですけど、ここの鼻とかここ見えないかな、あんま見えないかな、多分今日あれ使ってない、なんだっけ、ライトとか使ってないからそんなに見えないかもしれないけど、ここもやつ、そうプリンセスカットっていう色になります。こういった感じの色で、ちょっとこっちの方がいいかな、ピンクだけど薄いピンクだから馴染みやすい色になっています。こんな感じでスワッチするとこんな感じ、こんな感じで、こんな感じの色です。すっごいよね、もう発色めちゃくちゃいいよね。すごい発色良くて、なんかクリーミーな感じなんだけど、そうちょっとクリーミー感あるんだけど、すっごい密着されるので一回つけたらもうずっとって感じだから、落ちやすいハイライトとかも結構粉々しい感じのハイライトもあるんだけど、これはすごく密着してくれるので結構1日持っちゃうぐらいなんじゃないって思う。今もこうやってちょっと取ろうと思ってたんだけど、ちょっと取りにくいもんね。そう、いやそれくらいすごく素敵なアイシャドウになっ、アイシャドウじゃないハイライトになっています。だけどまあこのね、ジェフスターのハイライトシリーズっていうのは
意外とすっごく奇抜な色とかも出していて、なんともう蛍光ピンクみたいな色とか、緑とかミントグリーンとか、あと黒っぽいハイライトみたいな出してるんだけど、まあそれはみんなねハイライトとして使うんじゃなくて普通にアイシャドウとして使う人もいるんだけど、まあそんな感じで他の色合いとかもあるんだけど、私が一番気に入ってて狙ってたのはそのローズゴールドっぽいやつだけど、まあこれも全然良くて意外と馴染みのある色だなと思ったから、全然日本人の肌でもアジア系の人でも全然馴染むし、ラテンの人でもどんな人たちでも結構馴染む色じゃないかなって思ったのがこのプリンセスカットです。でこれはこれに関しては多分通常価格と変わんなかったかな、あんまり変わんなかった、うん、あんまり変わらなかった気がする。はい、今確認したところ通常価格で買いました。これはねブラックフライデーだったけど、うん、価格は変わらずに29ドルなので3000円ちょっとぐらいでした。はい、で最後でこのホリデーコレクションで一番私が楽しみにしてた一つの商品でございます。それはなんとこちら。そう、結構ねジェフリーさんのこのリップグロスっていうかリップなんていうのリップスティックリベローリクイッリップスティックが有名で、これはホリデーコレクションの一つで、こっちが通常いつも売られてるノーマルな方のベーシックの方のやつになります。これはリキッドリップスティックでございます。で今回はそうなんと6本買いました。そうで、値段はホリデーが通常価格の18ドルで、ベーシックの方がちょっと下がって1本15ドル、各1本がこっちが18、15で買いました。で色合いについてはまあ結構私の好みが同じようなのばっかりで、だから同じようなのしか買ってないんだけど、まあつっても大体ねちょっとね違ったりするんだけど、で今日つけてるのがあるんだけど、珍しくピンクのものを買いました。でそれがこれで、ドールパーツっていうのかな、またここのところに載せておきますし、ここら辺に多分スウォッチも見せていってると思うんだけど、が、今回買ったリップたちになります。でまあただのねホールビデオじゃなくて、ちょっと一個っていうか何個か言っていきたいことがあって、私が結構このリップは気になっていたのは、まず、他のリップと違うところっていうと、ここの、先端の形が普通のリップと違うっていうのがあって、動画だと分かるか分かんないけど、ちょっとねここのところがちょっとこういう感じになってる。普通だったら結構斜めカットなんだけど、ここはちょっとなんかこう段階があって、まあ多分密着しやすいようになんだと思うんだけど、それがいいか悪いかって言ったら、私的には別にどっちでもいいかなって思いました。正直どっちでもいい。きっとなんかこだわりがあるんだろうけど、まあもしかしたら初心者の人、いやまあ関係ないと思う。関係ない。あんまり別にそこですごく良かったとかつきやすかったっていうのはあんまりなかった。あとは匂いに関しては、匂いがあるものと匂いがないものがあって、でその匂いがあるものだとなんかこう甘い感じのリップとかあったりすると思うのね、マックとかだけど、一個だけすごいねなんだっけ、ちょっと臭いフルーツなんだっけ、思い出した、ドリアンっぽいのが1個だけあって、確か何だったかな、あこれだ、これがねちょっとドリアンっぽいけどなんかミントっぽいなんか変な感じ、ギミニーってやつかな、これ
これがそんな感じで、他のがそう、他のはしない、そういう匂いが特に。なんかもしかしたらその成分かもしれないけど、なんかねそいつだけなんかそんな感じだったのね。で他のはこれとかは匂いは特にないので、これもそんなにない、まあ、ちょっとなんかあるけどちょっとわかんない匂いで、これはあんまりあんまりって感じかな。まあそんな感じでですね。なんかリップに関してはそんな感じで、なんか若干の違いというか特徴があるなって思ったのが、そうこんな感じで、ドリアンの匂いは正直私はあんま好きじゃないので、そこだけちょっと残念だなと思うけど、実際のリップはすごい可愛いから、まあ、我慢してそこはちょっと我慢して、まあ、ずっと似合ってくるわけじゃないから、そんなに、うん、ずっとじゃないからそんなにつけた時だけなんだけど、まあそんな感じですね。で送料に関しては確か1万円以上いったからかな、送料かかってないと思います。うん、多分かかってない。ショッピングって書いてあるけどゼロになってるので、うん、ちょっと待ってね見る、もしかしたらその時だったからかもしれない。はい、送料に関してですけど、約ですね、約2000円ぐらいかな、約2000円か1500円ぐらいかかったみたいです。はい、そんな感じですね。多分まあアメリカだと1万円以上、100ドル以上だとフリーなんだけど、まあ日本に対しては多分今ホームページも見たけど、まあ送料はそれなりに、まあ2000円か1500円ぐらい、1万円以上だったら、まあそれ以下だとまた違ってくるかもしれない。合計でその時に、出た値段が、152.75 ドルで、実際日本で払ったのが 17,927 円になります。多分まあその送料だったり、まあなんか税金とかなんかかかってくるものが全部そこに加わった感じだから、実際は15,500円ぐらいかかったとして、そこにプラスまあ送料だったりとかそういう税金とかそういうのがプラスされて17,927円、まあ約18,000円かかってきたっていう感じになります。で実際これを頼んだのがそのブラックフライデーの日だったので、そう実際は11月の25日に頼んだので、それを受理された、その向こうで計算とかそういうのを受け付けた日が12月の3日だったのね。でもそれはまあブラックフライデーだったので、感謝祭とかそういうの、感謝祭があったから、その期間はアメリカではお休みを、多分冬休みみたいなのをいただいていて、まあその期間はなんだっけ、営業してなかったから、多分ちょっと時間が経っちゃった、まあ1週間ぐらいで届くのに約1ヶ月ぐらいかかったかな、それくらいかかった。やっぱブラックフライデーだし、時期が年末年始だったので、まあいろんな人が、別にコスメ買ってなくてもいろんな人が、まあいろんなもの送ったりなんやりっていう時期なので、どうしてもその時期は遅れちゃうのはもうしょうがないことなので、いいことは追跡番号をくれるので、追跡しながらどこにあるのか見れるっていうのはすごく良かったです。だけどまあブラックフライデーはやっぱり年末なので、年末年始のその間なので遅れちゃうのもしょうがない。もうこれはこのメーカーだけじゃなくて他のメーカーでもそういうこともあったので、もしブラックフライデー、今年のブラックフライデーで何かお買い物するときはもう貴重に待った方がいいと思います。でそんな感じで、他にブラックフライデー情報といえば、おすすめするのはやっぱそのココの公式ページで買うのをおすすめします。っていうのは、セ
フォラとかウルタとかなんかいろんなブランド取り扱ってるホームページはそんなにブラックフライデーセールはあんまりしなかった。去年はあんまりしなかった。本当はセフォラとかウルタとかですごい私は期待して買おうって思ってたんだけど、あったにはあったんだけどすごく少ないし、なんか有名どころっていうか人気どころのものじゃなくてちょっとあんまりのところをセールっていうのも、まあウルタに関してはね、それはオンライン上ではそういう感じだった。だけどやっぱりそのまあどこでもいいよ、カラーポップもそうだったし、まあジェフリースターのとこでもいいし、ベイエチュコスメティックでもいいし、アナスタシアビバリヒルズでもいいし、どこでもいいんだけど、他の個々のブランドの公式ページではやっぱりブラックフライデーセールをきっちりしてました。でその情報をどうやって知るかっていうと、おすすめするのはメルマガに、登録することと、あと一番多いのは今はインスタグラム と、スナップチャットでそういう情報を公開することが多いです。スナップチャットではもう本当にそう動画でストーリーみたいな、インスタグラムストーリーみたいな感じで流したり、本当に多分普通のページ上では極秘なことをそっちの方で流したりとか、そういうこともあるし、もしかしたらそういうクーポンとかもそういうとこで流したりとかあったりすることもなくもないですあとはやっぱりインスタグラムはすごくそういう情報が多い。メルマガもそうなんだけど、インスタグラムもやっぱりそういう情報多いし、そう、それを通知が来るようにするとものすごく便利だと思います。でメルマガに関しては日本と同じで1日の中で何回も送られるとこもあれば、全然1日に1通とか週に1通だったりっていうブランドもあるけど、だいたいブラックフライデーが近かったり感謝祭、まああとホリデーコレクションもあったり、なんかいろいろ重なるから、その時期すごいメルマガいっぱい来るけど、でも一個一個チェックしていくとちゃんとその情報があったりするので、結構メルマガはおすすめします。私は英語喋れないです、基本的に喋れないし、なんとなくで読んで、もしくは本当に和訳してくれるなんかそういうアプリとかそういう使ったりとかで情報を自分で仕入れてますまあそんな感じで、まあ今年のブラックフライデーは何を買うか分かんないけど、多分またセフォラとかじゃなくて個人的ここの公式ページで買っていくと思います。はい、そんな感じで、ジェフリースターのブラックフライデーホールでした。また何か、リクエストがあったら、はい、コメントに残してってください。で、次回またブラックフライデーのホールもう一つあったので、そちらの方も紹介していきたいと思います。で、次回は、そう、カラーポップになります。はい。では、皆さん。今日も見てくれてありがとうございました。もしチャンネル登録してない人はここのボタン押してみてください。そして関連動画だったりとかここら辺に残しておきます。またねー。